雷神、雷神ガール総勢13名によるガチ推しバトル、1位は元リセラウンドガールのココ、2位はお騒がせピンク担当。2022年12月21日から2月1日まで行われた、オリジナルデザイングッズの販売数やツイッター投稿などで争われた雷神ガール総勢13名によるデザインウィンターマッチが決着。1から5位に輝いた雷神ガールは渋谷街頭ビジョンに2週間出演できるという権利をかけ、推しの雷神ガールを応援するファンが熾烈なバトルを展開。その結果、見事ナンバーワン雷神ガールに輝いたのは、白担当のココ。2位はピンク担当のひなの、3位はオレンジ担当のあきき、4位は黒担当の沢田美香、5位は白担当の新井司となった。ココはグラビアアイドル&ショーダンサーで、2019年から2021年の3年連続でリセのラウンドガールユニット R1SE4ceに所属していたことで格闘技ファンに知られている。2022年にオーディションに合格して雷神のラウンドガール、雷神ガールとして活躍中。2位のひなのはブレイキングダウン出場選手について SNS に投稿し、ネットを騒がせしたことで注目を集めた。今回の結果に、2位だ、悔しい、としながらも、でもいいや、W ライジンガールの認知度は私が一番だから、と投稿するハートの強さを持っている。3位のアキピは、腹筋がすごすぎるラウンドガール、として話題となった。自身も MMA で試合を